はい、こんにちは。今日のゲストは、元経済産業省の官僚の古賀茂明さんです。おなじみの古賀さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、もう早速ですね、もうぜひ古賀さんに聞きたいと思うのは、この2ヶ月菅政権になりましたけれども、はい、まあいろいろね、ボロも見えてきたなと思って私なんか見てますが、古賀さん、菅政権どういうふうにご覧になりました？はい、まあ、いろんな見方はあると思うんですけど、安倍政権とね、はい、何が違うのか同じなのかっていうのが一番ポイントだと思うんですね。で、安倍さんの政治を継承しますと言ったから、まあ、安倍さんと同じかなっていう感じなんですね。まあ、全体的に大きな変化っていうのはないんですけども、安倍さんの政治を一言で言うと、僕は思い込みの政治って言ってるんですね。はい、それは何かっていうと、安倍さんにはやっぱり美しい国日本じゃないけど、こういうふうにしたいっていうのはあったわけですよね。憲法を改正したりとかね、やっぱり世界の中で日本が軍事大国になって、アメリカなんかと並んでね、世界を、まあ、軍事力をバックにしてリードしたいみたいな、そういう、こう理想像みたいなのがあって、でそれが日本のためになるっていう、その思い込みで、だから本人はやりたいことがあって、それをやるために政治をやってたと。だけど、まあそれは単なる思い込みだったっていうのが僕のまとめなんですけど、じゃあ一方菅さんは何なのかっていうと、これもうみんなが言ってるんですけど、菅さん何をやりたいのか分かんないよねと。何をやりたいっていうか、そのどんな国にしたいんだと、日本をね。それはないじゃないかと。ね、で所信表明もまあ聞きましたけど、あんなになんていうかな、何もない所信表明って珍しい。まあ大体所信表明って言ったって結局みんなカッコつけるだけなんですけど、そのカッコもついてないっていうね、こういうのは珍しいんですよ。だからまあ正直ですねっていう見方もできるんですけど、それじゃ困るんで、だけど、ただね、見てると、すごくはっきりと言うじゃないですか、デジタル庁を作りますとか、ハンコなくしますとかね、携帯料金は下げますとかね、不妊治療をね、もう無償化していきますとか、すごい個別の政策については、結構国民が喜ぶようなことを、バシッバシッと、すごく強く言うんですね。そうですね。で、だから、それはそれで面白いんですけど、それ僕見てると、じゃあそれって何のためにやってるのかなっていうのはでもやっぱり見えない。だから僕から見ると、思い込んで何かをやってるっていうよりは思いつきでやってる。その時その時なんか話聞いて、あ、それいいね、それやろうっていう、そういう思いつきの政治。だから安倍さんは思い込みの政治、菅さんは、思い込みの政治っていうのが、まあ、キャッチフレーズ的に言えばね、ぴったりかなというふうに思います。それからもう一つ、やっぱり非常にここに来てね、日本学術会議の問題すごくこうクローズアップされてますけど、その議論の過程ですごく感じたのは、はい、菅さんの前が安倍さんでしょ、はい、でその前はその民主党政権だったんだけど、その一つ前は、まあ、麻生さんじゃないですか、麻生政権ね。で麻生政権でダメ、麻生政権思い出してもらうと分かるんですけど、最後ね、あの人漢字も読めないし漫画ばっかり読んでてみたいなね、あんなバカに政治はできないみたいにもうボロボロに言われたんですけど、その後出てきた安倍さんもね、じゃあその麻生さんに比べてね、そんなに素敵な知性的な人かっていうと、もう全然そんなものは感じられなくて、もう知性のかけらもないっていう感じが2代続けて、それで菅さんですよね。で菅さんがどうなのかっていうと、やっぱり国会答弁とか見てると、もう本当知性ないなっていうねのがすごくこうはっきりしてて、だからもう3代続けて知性のかけらもない政権が続いたんだけど、もう一つね、やっぱり学術会議の件で分かってきたのは、そのさらにその知性がないけどね、それ以上に菅さんって知性を否定しに来たなと。いう感じがするんですね。要するに学者っていうのは余計なことばっかり言って役に立たないと。要するに知性っていうのはその無駄だと。無駄どころか、まあ、百害あって一利なしっていう感じですよね。だから危ないやつはもうどんどん切ってしまえという、まあ、非常に乱暴なことを考えて、まあ、今回の任命の、ね、拒否をしたというようなことだと思うんですけど、まあ、そういう意味では、まあ、知性のかけらもない自民党政権の中でついに知性をね、もう正面から否定する総理が出てきたというのがもう一つのまとめかなというふうに思います、うん、知性がないっていうのはちょっとなんか致命的な感じがするんですけど、知性を否定ってなると結局その、
なんでしょう、あのアメリカの、ね、トランプ政権、トランプ大統領なんかも、やっぱりこう知性の否定みたいな感じがあるじゃないですか。で、そうですよね。そうするとこう、要するに知性は無駄なものみたいな形になっていくと、ある種これ国の崩壊に向かっちゃうんじゃないかと思う。そう、だから要するにあの、まあ、学術会議を作った趣旨っていうのは、やっぱりその学問の自由っていうのは大事だし、それは自由が大事だっていうだけじゃなくて、そういう自由があっていろんな意見が出てくる、それによって国が間違えそうになった時でもね、みんながあっとこう気がついて、その道を正していくっていうね、そういう、意味があったと思うんですけど、これからなんていうか起きることは、結局政府の都合のいい、学者だけ集めては、なんちゃって委員会を作ってですね、とか審議会を作って、それでいや学者の皆さんにも賛同していただいていますと、第三者の意見を聞いた政策ですって言って、まあ、推進していくんだけど、結局自分たちの都合のいい学者を集めるだけですから、自分たちの軌道修正をするってことができないと、そうすると一回間違えたらもう後戻りできないというか、どん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 間違った方向に行っちゃうという、そういうリスクが非常に、まあ、高まってんだろうなというふうに思います。で、まあ、そういうところをね見ながら、でも、まあ、そうやってこう批判をする人はたくさんいるんですけど、でも支持率高いじゃないですか、うんうん、ね、だからそれがどうしてって、特にリベラルの人たちから見るとね、ものすごいこうなんていうのかな、フラストレーションがたまるっていうかね、なんでこんなひどいことされてるのに支持率が下がらないのと、まあ、学術会議で下がった下がったと言われますけど、それでもね5割とか5割以上ね、キープするみたいなっていうことはすごいですよね。国民の半分以上が支持してるっていうのはね。でちなみにね、私の周りで、まあ、菅さんいいんじゃないって、もともと別に自民党支持でもなくて安倍政権支持でもなかった人が、うん、菅さんいいんじゃないっていう、ね、理由がやっぱ2つあって、1つは先ほどおっしゃってた、そのなんだろう、なんかやりますって言ってるって、デジタルやりますとか、うん、観光やりますっていうのが、ね、もう1つはね、なんか安倍さんにすごい飽きてて、安倍さんよりはなんか誠実な感じがするっていうんですよ、うん、そう、ね、驚くのはね、あれなんですよ、人柄がいいっていうのがね、支持の理由の上の方に来るんですね。一番上とか二番目とかに、各社の調査見てるとね。で、安倍さんの時は、他にいないからっていうのが一番多かったんですよ。だから、かなり、むしろ積極的に、菅さんっていい人だから、みたいな感じでね。まあ、それは、パンケーキが好きなんだってさ、とかね、令和おじさんとか、それから、まあ、雪国から出てきた苦労人だとかね。まあ、一般の人から見ると、ああなんか頑張ってるな、頑張ってほしいなっていう、そういうイメージを作るのに、まあ、成功したということはあると思うんですけれども、まあそういうこういいプラスのイメージ でそれプラス、まあ、改革するぞと、変えてくれる、やっぱりみんなね、結局ね、改革するぞ、思いっきりやるぞって言ったら、みんながパチパチって拍手してるっていうことは、実はやっぱりみんなね、このままじゃダメなんじゃないのっていうふうに思ってる人が多いってことですね。だからやっぱり変えてほしいと。で、変えて、でもみんななんていうのかな、どういうふうに変えればいいかってあんまりはっきり分かんない。だけどそこに出てきた菅さんが変えるぞって言って、なんかわかんないけど、ハンコなくすぞとかね、携帯料金下げるぞとか、デジタル庁作るぞとかって言われると、あ、なんかすごいどんどん進んでいるみたいに思うわけですよね。だから、でしかも言ってることが、まあ、みんなから見るとあんまり不安を覚えるような内容じゃないんですね、うん、携帯料金下げますって言って不安になる人いないし、ほぼ総論賛成ですよね、みんな、うん、もうみんなね、あ、それいいね、まあ、デジタル庁はなんだかよく分かんないけど、でもまあ、うん、そういう組織作って思い切りいくんだなっていう感じでね、誰も反対しないですよ、国民がね。でだけど本当はこれからか改革しなくちゃいけないところってたくさんあって、社会保障だとかね、まあ、財政を、まあ健全化していくとかね、そういういろんな課題があるんだけど、そっちの方入ってったら結構難しいことがたくさんあって不安になる人もたくさんいるじゃないですか。でもそういうことは言わないんですよ、うん、でそれはすごくうまいんですけれども、で、まあ、イメージ的にデジタルっていうと、まあ、すごいなんか最先端だなみたいな、
で安倍さんはなんか口ではなんか言ってたけど、IT 担当大臣がね、なんか USB メモリー知らなかったりとかね、なんか全然、携帯も入れてる感じは見えなかったですよね。そう、携帯ガラケー持ってる大臣がやってたりとかね、そんなんで全然本気度見えなかったんですけど、なんか菅さんになったら行革担当大臣は河野太郎でね、 IT は平井さんでね、なんか結構年寄りばっかり並んでる自民党の内閣の中では、まあ、若手に見える大臣を、ね、やらせて、それでしかもすごい発信力があると、うん、いうことで、すごくこう期待が高まってるんですよ。でその上にこの間グリーン50年にカーボンニュートラル、2050年ね、カーボンニュートラル、CO2 実質ゼロに しますというのをぶち上げて、それでうわすごいと、すごいって、多分ね、みんなね、何がすごいのかよくわかんないけど、はい、でも新聞がすごいって言ってるからすごいんだろうなと。いや、なんかあれね、私面白いなと思ったのは、初心表明で何にも目新しくないじゃないですか。あれだけがなんか新しかったんで、うん、なんかあれがドーンって新聞の一面に載ったら、なんかすごいことになっちゃってるなっていう感じで。そうなんですよ。だから今まで安倍さんがね、いくらいつもなんか偉そうなこと言ってたけど、安倍さんも言えなかったことをついにね、ついに菅が言いましたと。いうことなんですけど、でもまあ考えてみるとね、2050年ですからね、うん、で2050年なんてもう菅さん死んじゃってるわけですよ、まあ、僕らも死んでる僕も死んでるかも、あ、死んでると思うと思うけど、はい、だある意味どうでもいいんですね。でも大事なのはその道筋じゃないですか、どうやってやるか、はい、ところがそれ何にも書いてないですよ、うん、イノベーションで頑張りますとかねっていうだけなんですけど、で結局、まあ、今その結果として今ある菅政権 その看板政策はデジタル化とグリーン、デジタルとグリーンのこの日本柱、ところがこれはもうずっと前からね、世界の常識になっていて、日本だけが両方ともちゃんとできなかったということですね。それをまあなんか菅さんはその総裁選の時にデジタルっていうのを柱に掲げたんだけど、あの時点でグリーンを柱にしてなかったっていうこと自体が驚きなんですよ、うん、世界から見ればえっていう感じですね、うん、もうコロナの前からデジタルグリーンが日本柱っていうのはどの国も問題ですけども、コロナになってからはですね、コロナが始まってからはますますそれがはっきりしてきて、うん、世界中の標準です。だからこの日本を日本柱で言ってない国っていうのは日本だけだったんですね。でだからまあなんていうの、まあその方向としては悪い方向じゃないんだけど、まあ、僕から見るとおそらくこの両方ともダメだろうなと、できないだろうなと思うんですよ。まあそうだから、もちろんその前には進んでいきますよ。だけどその菅さんが言ってるのは、そのデジタルでもグリーンでもね、やっぱり日本は世界に追いつき追い越せ、世界をリードする国になっていくんだっていうことを、まあ、所信表明でもね、グリーン50年ゼロっていうのを言ったときに、この分野の産業分野でね、日本がリードしていきますとか言ったんですね。だけど、それはできないと。でデジタルも、その進むのは進むけど、やっぱり世界の標準から見れば全然遅れたままだろうなと。それはなんでそうか、そう思うかっていうと、結局、まあ、安倍政権中心にこの10年とか20年とかね、その2つの分野で何もしてなかったんですよ、大事なことを。その基盤作りっていうのを全くおろそかにしたために、それをやるそのなんていうのかな、前提条件が揃ってないんですね。で前提条件が揃ってない中でやるぞって言ってるっていうことなので、まあ前のめりになってつんのめって倒れちゃうっていうのがおそらく両方で起きるだろうなと。でその、まあ、具体的な理由としてはですね、一つはデジタル化ですね。でデジタル化はもちろん大事だし、日本めちゃめちゃ遅れてるからやんなくちゃいけないんですけど、日本ってね、なんでこんなに遅れちゃったのかっていうとね、この間経済財政白書っていうね、内閣府が出す、毎年1年1年に1回出す、経済に関する白書があるんですけど、これでね言ってたんですけどね、まあ、IT 人材っていう、まあ、要するに IT の技術を持った人たちですね、これがその日本は、まあ、まず少ないんです。で少ないだけじゃなくて、その7割はIT 企業にいるんですね。要するに IT をの機器を作ったり、あるいは IT のサービスを提供したりする IT 産業に7割いるんです、はい、あと3割だけがそれ以外の、要するにそれ以外の産業っていうのはもちろん IT 産業の何十倍もあるんですけれども、そういう、こう構成になってるんですね。アメリカとかドイツとかだともう6割はその IT 以外の
企業にいるんですよ。要するに使う側に。で、日本は使う側に人がすごく少ないために何が起きてるかっていうと、うん、IT 企業があの言ってくるのをそのまんまあの、うん、いいねで買ってる。だから無駄なもの、うん、無駄なもの、遅れたものを平気でつかまされて、しかもすごい高値で買っていて、でしかも会社の中にプロがいないから全然使えないということが起きているんですね。でそれをまあ変えなきゃいけないんですけど、で 今になって やっぱりあのやんなくちゃいけないということでみんな一生懸命やり始めたんだけど、そしたらもう人が足りないんですよ。もう要するにそれができる人がいない。で IT 企業でさえもう8割の、ね、企業がね人が足りなくて困ってるって言っていて、しかもすごく高度な技術になればなるほど人が足りないというふうにみんな言っているので、先端的なことが日本ではできないんですよ、人がいないから。でなんでそうなったかっていうと、いや IT 人材足りないって昔から言われてたんですよ。だけどだからそれを育てろというふうにあの政府は一応言うんですね。安倍政権の時だってずっと言ってたんですよ。だけど官僚の側はどういうふうに見てたかっていうと、安倍さん本気じゃないなと。要するに憲法改正とかね、そういうことは本気だっていうの分かるから、あるいは森友をね、なんとかしろとか、家計をなんとかしろとか、こういうのは本気だって分かるので、みんな忖度して、まあ、違法なことまでやっちゃうんですけど、逆に、じゃあ IT 人材育てろって、まあ、言うけど、まあ、別にそれは他のことに比べて大したことなじゃないなっていうので、サボるんですよ。もう一番、典型的なのは、高校のね、高校に情報科っていうのをもう2003年にあの作ってるんですね、情報あの科目としてね、うん、ところがそこにね専任教師がいないっていう、一人あのね要するに都道府県の中で一人もいないっていう、そういう自治体がね去年発表された調査だから一昨年ぐらいの段階かもしれないけど13件ぐらいあったんですよ。13都府県かなっていうぐらい一人もいないですよ。あの一人いたらあの空白じゃないってことになるけど、一人もいないってそれで そうすると何が起きてるかって、情報化でですねプログラミングを教えませんなんていうのが当たり前になってるんですよ。だから大学に入るときに高校の情報化出ましたって言っても、ね、工学部に入りましたでもプログラミングやったことありませんっていう子がいっぱいいたと。だからあの人材が育つはずないんですよ。でなんでそんなことになったかっていうと、もう教育委員会がねみんな情報化作りますって言われたときに、いや大変です、そんな専任教員とか雇ってる余裕ありませんとか言ったら、あの文科省は、あ、分かった、じゃあ情報化2種類にして、あのプログラミングとか教えなくてもいい情報化も作りますって言ったんで、あのそういう情報化でもね認めちゃったんですよ。そしたらみんなそっちに流れちゃった。それはなんでそうなったかっていうと、まあ、別にそれでも怒られないやって思ったわけですね。だからあの僕は 逆忖度とか言ってますけども、そういうあのことが起きてたっていうことですね。でそうするとこれからデジタル化ね、やるぞやるぞって、もういろんなところでものすごいあの力を入れて進めようとしますけど、人がいないんだからできっこないですね。というのが、あの、多分デジタル化で、あの、あんまり大きく進まないだろうなという理由です。それからもう一つ、そのグリーンの方ですね、温暖化対策ゼロに向かいますというと、これも、あの、さっき言った通り、所信表明演説の中にはもう本当にね、あの、中身がないです。どうやってやるのっていうのは。でもちろん、再生可能エネルギーをね、どんどん増やしましょうとか、あの、例えば、自動車分野だったら、あの、電気自動車どんどん増やしましょうとか、そういうことに、まあ、ならざるを得ないんですけれども、でもそういうことは一言も言ってないんですよ。で、それは、あの、トヨタが例えば、電気自動車ね、作れない、まあ、今度なんか発表しましたけど、100キロしか走れない、ね、電気自動車の売りますとか言って大々的に発表してましたけど、もうこんな笑い話みたいなことしかできないですね。まあ、日産のリーフだけはある程度、まあ、世界で競争できてますけど、日本は電気自動車で完全に遅れたんですよ。それからあの再生可能エネルギーでも、昔はね、あの例えば太陽光パネルなんて言ったら、もう日本のなんていうのかな、まあ、お家芸で、うん、そうですね、世界ベスト10の企業を挙げてくださいって言うと、もうシャープがずっと1位 で、その他にもパナソニックとかね、三菱電機とか京セラとか、そういうところがずらっと並んで、ベスト10のうち半分日本ですなんてことがざらに起きてたんですけど、それね、もうこの10年以上、ベスト10に1社もないですよっていう状況で、ほとんどは、中国、まあ、中国にね、あの抜かれないしょうがないかなっていうふうに思うかもしれませんけど、中国とヨーロッパです。で、ヨーロッパは要するにすごくその温暖化対策を一生懸命進めてるので、企業がそれについてきてるんですけど、日本はそういう政策がなかったので、壊滅したんです。それから風力もベスト10に全くないですよ。で、今、大きな風車を作れる企業って日本になくて、この間も日立が撤退しちゃったりなんかしてるんですね。っていうぐらい、もう全然あの掛け声
かけてももうベースがない。でしかもだからその太陽光も風力も日本で日本では多少売れてる会社も あったんだけど世界では売れない。それが今や日本でもね、どんどん日本のメーカーのものが売れなくなってます。太陽光も風力もね。この間それを日経が大きく取り上げてましたけど、そうで要するに日本でも相手にされなくなってるんですよ。でところが菅さんは多分そういうことよく分かってなくて、この産業でね日本は世界をリードしますって言ってるんですけど、これできないですね。でできないけど、まあこれから頑張りますってことなんです。じゃあ頑張れるかというと、結局そこに思いっきりみんなが投資しなくちゃいけないじゃないですか。でだけどなんでね、今までそんなに投資ができなかった、技術があるのになんで投資できなかったか、お金もあるのになんで投資できなかったかっていうと、結局そんなことをしようとしてもね、なんかどっかで原発が動き出すんじゃないのと。で原発が動き出すと、原発ってもう作っちゃったやつですからね、作っちゃったやつをこう動かすだけだと、まあ、その運転コストだけで見ればまあ意外と安いので、結局競争して原発に負けると儲かんなくなっちゃうから、原発がどうなんのかってはっきりしてほしいんだよねって言うと、政府はいやいや原発も大事です、原発を動かしますって、こういうふうに言うわけですね。だから二の足踏んで、でしかもいろんな政策見てると、再生可能エネルギーが不利になるような政策をどん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 今入れてます、政府がね。いろんなコストを送電線に使用量に、原発のコストをですね、事故のコストだとか、ゴミの処理のコストだとかですね、そういうのを全部送電線の利用量に付け替え、でその送電線っていうのはもちろん再生可能エネルギーを使う人もの発電車も使うので、そっちにも負担させるというようなことをやって、すごく不利になってるんですね、再生可能エネルギーが。だからあまりこう伸びれなく上に、しかも菅さんはこの間現政府に聞くと原発新設するんですかって、新設ですよ、その、はい、動かしますってのはもう動かしますって言ってるんですけど、動かすだけじゃなくて、その新しいものを作るかもしれないっていう話が出てきて、で作るんですかって、いや現時点では考えていません、これは官僚は明日作るっていうかもしれませんという意味で書く言葉ですけどね、そんなことですから、そしたらやっぱりね思い切っていけないんですよ。でところがヨーロッパとかなんかはもうものすごくまあ、かなり厳しい規制を引いたりねなんかして、それによってもうみんな再生可能エネルギー行くしかないと、あるいは排ガス規制もめちゃめちゃ厳しくなるから電気自動車に行くしかないというふうに、企業のもう道を完全に限定しちゃったんですね。だからすごい進んでるんですけど、日本はまあそれができないんで、おそらくこっちもうまくいかないだろうなということで、まあ、今日の結論は、まあ、2つの、ね、大きな柱、それはそれを推進するっていうのは非常にいいことだけれども、日本の今の政策では具体的な中身がなくて、おそらくこのままだと失敗するだろうな、失敗するっていうのは少しは進むんだけど、世界の中ではもっと世界は進むので結局遅れていくということになると思います。いやなんか本当にすいません、バーッと喋っちゃった。いやでもなんとかならないかなっていうね、本当思うだけなんだけど、それでね古賀さん、まあ、だからそういう意味では、まあ、もう少しなんか官僚ももう忖度はいいから、もうちょっとなんか自分たちの能力発揮してよと思うんですけど、古賀さんが新しく、出された本、これ、日本を壊した霞が関の弱い人たち、要するに霞が関の人は弱い人たちっていうことなんですね、はい、うん、そう、それはね、意外とそのタイトルでね、みんなね、あれ弱いんですかね、官僚ってなんか威張っててね、で今井秘書官とかね、ああいう官邸官僚とかイメージも強くなったから、意外と威張ってるよなっていう感じもあるんだけど、まあこれ結局どういう意味で弱いかっていうと、やっぱり官僚っていうのはね、まあ、専門的な知識も持っていて、でしかもまあ、身分はある程度保証されてるしね、だから安心してこういろんなことを言ったりやったりできるはずなんですよ。だからこれが正しい道ですよっていうことを正々堂々とね、世の中に出していってほしいんですけど、それが今できないじゃないですか。でなんでできないかっていうとね、結局なんか政権に逆らうと出世できないとかね、であるいはこういう改革しちゃうと俺たちの天下り先になくなっちゃうからな、まあやっぱりやめとくかみたいな、そういうことでまあ、天秤にかけるんですね。要するに自分の利益とそれから国民の利益と、でその時にどうしてもね、自分の利益の方に走っちゃうっていうのは、これ人間誰でもそうじゃないですか。だけど官僚はね、官僚はね、それじゃ困るんですね。そこでやっぱり
強くないといけないんですよ。自分を律する強い、まあ、自己規律の力っていうのを。だから公務員って言うんですよ。そう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 、そうなんですよ。だから公の仕事してんだけど、ついつい自分のための仕事になっちゃうっていうね、そういう弱さを持っているという意味で書いたんですけど、なんかね、さっきほら知性のかけらもないとかいう話したんですけど、これね、この本出した、まあ、10月26日に出したんですけど、この間11月6日だったかな、ある講演会でね、はい、まあ、ある講演会というか、吉原さんっていう城南信金の元理事長ね、方がやってるっていうか、まあ、今理事長をやってる奨学金の基金があってね、それの奨学金受けてる学生さん向けの講演会があって、それで鳩山さんが講演して、僕もまあちょっとコメントするような、はい、そういう機会あったんですけど、そしたらね、鳩山さんが元首相、西党のね、で鳩山さん出てきて、いきなりそういえば古賀さんの本読みましたとか言って、その本を引用してね、で、そのやっぱりね、その官僚っていうのも結局普通の人間と同じで弱いんだよなっていう、そういうことをね、いろいろ書いてあるんですよみたいな話をしたんですね。で、僕は本読んでくれてるっていうので、まあもちろん嬉しかったんですけど、やっぱりね、安倍さんとか菅さんとかの違いは本読むんだっていうことですよっていうのを僕はすごい、それでもちろんこれはたまたまね、僕の本読んだんだけど、その僕の本だけ特別に読んだわけじゃなくて、日頃からいろんな本を読んでるわけですね。まあ彼はもともと学者だっていうのもあるんだけど、それですごくね、やっぱり印象的だったのは、彼はね、なんて言ったかって、いろいろね、いろんな本読んだり、いろんな人にいろんな話聞いてると、やっぱり自分が首相の時にね、いろいろ、まあ、外交案件とか難しい、ほら最低でも県外とかね、いろいろやったじゃないですか。でそれが意外とね、やっぱり自分としては能力がちょっと足りなかったなとかね、まだまだいろいろ限界があったなっていうふうに反省させられるところがありますとか言うんですよ、ね、もうずっと昔の話なのに学生の前で。その謙虚さね、要するにさっき言った知性をね、もう否定しちゃうみたいな菅さんに比べてね、鳩山さんっていうのはそのやっぱり自分の間違いをみんなの前で、わざわざ全然そんな問い詰められてるわけでも何でもないのにね、自分から言っちゃうみたいな、そういう謙虚なところ、でもそういう謙虚なところがあるから、自分が考えてなかった新しいアイデアとか新しい考え方っていうのを吸収して、さらにだから今も多分彼は進化してるんだと思いますけれども、まあそういうことでね、鳩山さんの思いをね、とうとうと語ったんだけど、もうものすごいやっぱ哲学ですよ、日本っていうのはどういう国にならなければいけないかっていう哲学があり、それでだから皆さん若い人たちにはこういうふうに頑張ってほしいみたいな。だけどね、だからもう菅さんの所信表明聞いてすぐだったんで、もうなんかね、虚しくなりましたね。このギャップがね。そう。だからこの本にはそういうやっぱり弱い官僚の話っていうことと、それから、まあ、なんでね、こんなに日本官僚が忖度しちゃうのかなみたいなことを考えたときに、どういうふうに変えていけばいいのかなみたいなことも書きました。特にデジタル庁今度作るじゃないですか。で、これ新しい役所作るっていうのはすごいチャンスなんですよ。だからお手本になるような役所をね、作ってほしいんだけど、その時に僕は実は内閣人事局っていうのを作るね、国家公務員法の改正っていうのをやった時、僕は条文をあれ書いたんですね、内閣人事局。だけどそれと同時にね、何を書いたかっていうとね、まあ、幹部職員とかみんな公募にしましょうと、要するに民間人どんどん入れちゃおうっていう、そういう提案をしたんですよ。で、結局安倍さんが国家公務員法改正をやった時にどうしたかっていうと、その公募の条項は全部落ちました。で、内閣人事局だけやりました。で、もしね、公募があって民間人がどんどん入っていればどうなるかっていうと、そのなんかね、おかしな忖度が起きるとかね、変なことをやろうとするしてるっていうのを見た時に、そういう、ね、民間から来た人っていうのは、要するにその、まあ、民間で働く能力があるわけですよ。いつでも辞められる、そうするといつでも辞められるっていうことは思ったことを言えるんですね。だからそんなことやめろよって隣の同僚に言えるし、あるいは上司に、いやこんなことするのおかしいですよって、まあ、直言できるしね。で、それでも止まんないんだったら、じゃあ俺もなんかマスコミにリークしちゃおうとか、でお前リークしただろうって、こんなところにはもういられないぞって言われて、ああやめますよって、で辞めて転職すると給料上がるという人だが、そのもしたくさんいればですよ。そうしたらみんなやっぱり そういう人たちがいたら、その
悪いことできなくなりますよね。だから民間の人がたくさん入れるっていうことは どういうことがあるかっていうと、一つはもちろん民間の知恵を生かすとかね、民間 あのやり方で効率化するっていう、そういうその仕事の中身を良くするっていう面もあるんですけど、もう一つ組織のガバナンスをあの強化するっていう、まあ二つの意味でね、あの僕は公募っていうのをやったら過剰な忖度はなくなるでしょうっていうようなことも、まあそこに書いたんですけど、あのデジタル庁を作るんだから、ぜひあの菅さんね、あのなんか偉そうなこと言ってんだから、それぐらいのことやるよなというふうに、まあ、やれよなとか言うと失礼ですけどやってほしいな、やってください、まあ、やれよなって、まあ、麻生さんにだったら言ってもいいと思うけどねまあでもね、あのぜひねこの本読んで、あの、まあ、今にも通じる話なのでね、うん、と思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。今日は古賀さん、いろいろ、いや、ありがとうございました。はい、はい、また次回よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。